はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて、今回は久々のデトロイト実況をやっていきましょう。あ、この傘、私が持ってる傘と似てる。今回は警察側のお話ですね。ここはこの間この人が行った持ち主のお家っぽい感じですよね。お庭かな。雨が降ってますね。いました、あの人、あの人、アマンダだそう、アマンダさん。んー、素敵なお屋敷ですね。めちゃめちゃ広い。コーナー待っていました。あ、そうだ、コーナーだ。少し歩きましょう。アマンダ中立。お母さん的存在だよね、多分。あの変異体は非常に興味深い。捕まえられなくて残念です。うん、アリスちゃんのことかな。間違いを認めましょう。私の力が及ばず。収穫はありましたか。収穫。おお、何か一つがアンロックされていない。日記かな。日記を見つけましたが、暗号化されていた。解読には数週間かかります。他には壁の文字。壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。他の変異体同様 RA9 に執着していたようです。そうだね、 RA9。 あと少しで変異体を捕まえられたというのに。警部補との関係はどうなりました。うん、どうしましょう。ハンクの救出。助けたことを感謝しているようでした。うん、言葉ではなく彼なりの表現方法でいいのでは。なんかめっちゃ傘平らじゃない。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることですよ。この人、手とか首元に何つけてるんだろう。止めなければ。必ず私が事件を解決します。大きいですね。お任せください。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。どうして。警部補じゃん。ちょっと傘平らすぎません。これ絶対雨濡れるでしょ。うんうんうん、ここはあそこじゃないですか。アリスちゃんのお家じゃない。トットだっけ、テッドだっけ、タッドだっけ。あ、違った。なんか家似てるから間違えちゃった。アンダーソン警部補のお家かな、おそらく。ですね、きっと。チカチカしている。大きいな、やっぱりアメリカのお屋敷は。お屋敷というか、お家は。一つ一つがこのぐらい大きいんでしょうね。羨ましい。うんうんうん、アンダーソン警部補に会うという感じですかね。アンダーソン警部補、起きてるのかな。いらっしゃいますか。中に入っていいんだろうか。怖っ。日本のピンポンじゃないんだね。私が動かすんだ。中を覗いてみましょうか。見えないと。裏から入る感じ。ワンちゃん、ワンちゃんはいるんだ。うん、一人暮らしなのかな、この家に。広すぎますね、ちょっと。めちゃめちゃ中見えるじゃん。
丸見えじゃないですか。アンダーソン警護法。絶対お酒じゃん。バチ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 。いい子だ。もう友達だよ。な？友達。名前も知ってる。ご主人を助けたいんだ。どうしたんだろう、アンダーソン警部補。お酒じゃないのかな。お酒で意識失っちゃったとかじゃない？ん？様子を確認する。吐いてるよねこれ絶対。ブラックラム。え、なんでなんで。ウイスキー、度数の高いものばかり。心臓外傷なし、わずかな不整脈。どうしたんだろう。メチルによる昏睡の疑い。なるほど。起きてください。あのブーの音聞こえないって相当だよね。わお、僕です、コナーです。やりますね。やってんな。これからあなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです、うん、ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。だいぶ酔っ払ってらっしゃる。吐いちゃうよこんなの。すの、やれ。いい子だ、やれ。やめて、私は助けたいだけなのさ。くそ、まずい、吐きそうだ。でしょうね。いいから、ほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。ああ、リアルだな。何してんだ。風呂なんて入らねえ。すみません、警部補。あなたのためです。いちいち止まってくれるのちょっと面白いな。止めろ、水を止めろ。でもすごい酔ってる時にいきなり水かけられたら溺れると思っちゃうかも。お前ここで何してんだ。酔い覚めた。43分前、殺人事件の通報がありバーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが何か悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされてならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。どうしたんだろう。合理的に。いえ、それはできません。あなたなしではこの事件の捜査が進められないんです。そうです。お前の任務なんて俺の知ったことか。でもせっかくアンダーソン警部補と仲良くなれそうなのに。余計なお世話だよ、さっさと出て行け。大丈夫かよ、もう。立ち去るべき。そうですか。早く問題を解決されるよう心から願っています。ちょっと嫌味だね。その殺人事件情報は探したらちょっと関係悪くなりそう。風俗店で男の死体が見つかりました。アンドロイド絡みの可能性があるそうです。あ、風に当たるのも悪くはないかも。なんかあったよね、風俗店もアンドロイドの導入を始めたみたいな。すぐに持ってきます。家政婦アンドロイドか私は。綺麗なお家ですね。寝室はどこですか。ここかな。うん、どの服にしますか。どれでもいい。一人暮らし、どれがいいかな。うん、ボーダー、完全に私の趣味です。ここは何選んでも多分大丈夫だよね。これで関係あったらびっくりだよ。入ってる。平気ですか警部補。しんどいね。
お酒で吐くのはしんどそう。いい気分だ。すまんが、5分だけ待ってくれ。はいよ、了解です。うー、音がリアルだ。見えちゃった、見えちゃった。なんか出てたよ。部屋が広すぎて何を探索したらいいのかわからないね。なんで手やってたの今。こんなにオープンなんだね、お家。結構外から見えるっぽいけど。脱コンセント、スクリーンでうつ病に。え、画面の前にいる時間。まあでもそうだよな。ふん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 、なるほど。テレビを見すぎてちょっとってこと。でもそんなやったらスマホもだよね。スマホ持ってるね、あの人の人っていうか、次のじゃない、表紙の人。パートのアンドロイドが爆発的人気、愛の堕落。わあ、パートナーアンドロイドが爆発的人気。まあ思い通りには動くだろうけど、思い通りに動くだろうし、自分の好みに合った人と付き合えるのは間違いないだろうけど、私は反対派ですね。これはさすがにちょっとね。出生率、アンドロイド出生できるの？それもなんかさあ、なんて言うんだろう、世界の基盤が緩みそうだけどね、そこまでしちゃうと。入らない方がいいか。もうちょっと探索した方がいいっぽいよね、アンダーソン警部補のことを知った方が良さそうだ。本ばっかりだね。あ、レコードか。ジャズを好むのね。なるほど、好きそう。確かに、え、薄いな、テレビ。素晴らしい文明の進化ですね。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、かわいい。うん、かわいいですね。大きい大きい。うん、癒された。そいで、他には本棚とか情報ありそうと思ったけど、ないか。何か見るところがあるのかな、他に。あ、来た。ほう。いい子でな、スモー。すぐ戻る。優秀な番犬ちゃんですね。いってらっしゃいって感じ。ロシアンルーレット、どういうこと、ロシアンルーレットって。ロシアンルーレットが終わりましたね。ここは、あ、そっか、これが一つなかったから、アンロックされていないのがあったという感じですね。あとはまあでも服は絶対関係ないし。ん？あ、まだ見れたんだ、いろいろ。あー、マジかー、ちょっとミスですね。ということで、今回はここまでですかね。コナーの回はいいですね。なんか、ハンクとの親密度を上げる回みたいな感じに毎回なるけど。ってことで、続きを少し見てみましょう。次は誰かな？イニエスタかな？そろそろ。マーカス？ぽいですね、この船は。ジェリコのところに行って、武器を取りに行ったんだっけ、確か。
武器じゃない製品、自分の体の一部、アンドロイドの。わあ、分かってるのか、見つかれば殺されるぞ。どうするんだ。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品とブルーブラッドがある。うん、ついてきて。え、これもしかしてやらなきゃいけないパターン的な感じ。うん、やってみますか。ちょっと長めの動画になっちゃうかもしれないけど、見られるなよって言われても、そんなね、なんか流れるままに行っちゃうんだが、どうしよう。めちゃめちゃマーカス目立つところ走ってたけど、気をつけて。あ、でどうするんだ。別のルートを探す。あ、そっか、頭の中で話せるもんね。え、ちょ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 、もうマーカスの身体能力半端ないからな。女の人についていくか。やばいやばい、ちょっとこんな上登って大丈夫。サイバーライフ、いや、これ降りていいのか。え、どう行ったらいいんだ。どこ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 、ノースについていきましょう。いいのかな、これで。よかったんでしょうか。上向かれたら一瞬で終わりじゃん。おお、続きますな。サイモン一人じゃなかった。めちゃめちゃ飛べるじゃん。いや、見つかりそうだよねこれ。一人ぐらいダメになっちゃいそうな気がする。罰だけだから助かります。サイバーライフの倉庫、必要なものがあそこに。ドローンを何とかしないと。そうだね、ドローンに見つかっちゃうよね多分。ドローンを排除する。なるほど、うん。どうしよう、今日はここまでにさせていただこうと思います。変なところで終わっちゃったけど。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。変なとこで終わっちゃうね本当に。夏島でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。